そんな渡り廊下走りたいセブンとは、渡辺舞、太田愛香、中川遥、平島夏実、菊池彩香、小森美香、岩佐美咲からなる AKB48 のスピンオフユニット。草に呼び出された。まず最初に呼び出されたのは中川遥。独特の緊張感の中、それは突如として告げられた。AKB の方で菊池彩香の、AKB に戻ってくるって発表があったことを受けて、渡り廊下走り隊に新加入というか、まあ復帰なんだけど、私的にやっぱ一番仲がいいメンバーなので、うんうんうん、嬉しいけど、でもメンバー的にどう受け止めるかやっぱ人それぞれあると思うし、どうですかね。その5人でやっていけるかとか、やっぱ4人だけの絆っていうのがあるから、やっぱり入って壊れないかとか、そういうのはちょっと心配なんです。そして渡り廊下走り隊としての菊池と初対面の時がやってきた。今日から、はい、渡り廊下走り隊の新メンバーとして参加する菊池彩香さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日から新生渡り廊下走り隊ということで頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、メリットもデメリットも両方あるから、それは本当にやってみなきゃどっちが大きいかもわからないし、もしかしたらメリットの方が大きいかもしれないし、デメリットの方が大きくて下がっていっちゃうかもしれないし、それは本当にもう出してみないとわからないですね。まあ、何がどうなるか、なんかいろんなこと、いろんな方に言われるとかもありあるかもしれませんけど。お疲れ様でした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 。ありがとうございました。お疲れ様です。この後メンバーたちだけで話し合いたいということなので、この日はここでカメラを止めた。渡り廊下走りたいです。ありがとうございます。すごい。はい、はい、渡辺真由です。ありがとうございます。はい、大田彩香です。はい、平島夏実です。まずは渡り廊下走り隊がリード。続いては、お参りに行って何をお願いしたのと彼氏に聞かれて一言。挑戦するのは渡り廊下走り隊ハルゴン。よし、あれまだお願いしてる。ハルゴン、よし、今何お願いしてたの。本当は秘密なんだけど、ヤムちゃんだけに教えてあげる。え、ずっと一緒にいられますように。ブラボー。自信を持って、はい、お願いします。はい、はい、まずは48回連続ラリー、高橋と中川の挑戦。チャンスは1回限り。果たして、チャレンジャー AKB スタートです。さあ頑張って。いきます。お、はい、いやー、かっこいい。やー、すごい。これはちょっと皆さん
橋と中川は90分間の練習で難易度の高い48回連続ラリーを見事に成功させた。秋元さんどうでした？すごいリフレクトさん、本当に始まる直前に、くしゃみ出そうになっちゃって。本当じゃないんだから。最年長のハルゴンは楽屋でメンバーがあまりに騒ぐので隣の部屋のタレントさんに謝りに行くのが日課になっている。嘘、あんた。うん、じゃない？分かりましたね、分かりましたね。確かに楽屋の前通った時騒がしいのは騒がしかった。さあ正解は嘘です。嘘なんだ。嘘だ。私は謝りに行きません。むしろ一番私がうるさいから謝りに行きません。そういうことか。何を話す、そんな話すことが。モノマネとか始めちゃうんです、勝手に。でも全然似てないしかも一人で笑ってる。何のモノマネ？一人でも笑ってる。最近ハマってるのは指揮者の真似です。コンダクター、コンダクター。喋らへんやんか。ちょっと見て見てって言ってもらえます。見たい見たい。ちょっとやってみて。いきます。でもね、いや私の勝てだと思います。なるほど、ライバルやね。この戦いちょっと今後続くかもしれないですちょっと言えないです。そこだけにしてもらっていい？うるさい証拠 VTR があるという。おーおーおー。最年長なのに一番うるさい、ハルゴンの証拠映像がこちら。なんて読むんですか？どういう意味ですか？なんて読むんですか？絶対じゃ向こうにしといたらどうなってんねんっていう気になる。オートロをゲット。インディのスピードを学ぶのよ。ほら待ってきた。ストップ。ハズレ。ハズレ皿のハルゴンはお仕置きのマスタード寿司。カメカメ。360キロで噛んでよ。笑顔よ笑顔。何が起こっても笑顔です。喋らない。はい、まだテスト中です。常に笑顔、カメラを見て笑顔を見てください。恐怖の中で戦うドライバーはとてもたくましいのよ。何が起こっても笑顔で。また。はい。はい、先生ありがとう。こんなことされて笑顔なんかできねえぞ。なりました今。なってないでしょ。実はトイレのハンドドライヤーは風速100メートル。もし街でこの風が吹いたら車が飛んでしまうほどの強風。ドライバーは命がけ。インディの風を感じろ、マリオカートウィーグランプリ。強風の中で完走しなさい。風を感じてください。巨大扇風機作動。さあ来るよ。すげえ。さあマリオ始めて。止まっちゃったわ。
すぎ。後で大変だから。強風の中運転するドライバーはすごい。わかった？メンバーの気持ちがすごくわかってよかったです。よかった。それはすごい楽しかった。2人1組で三輪車レース。ドライバーは曇りガラスのガリベンメガネ。スポッターの指示を聞かないと怖い仕掛けの餌食に。いきますよ、よーいスタート。はい、まっすぐ来いよ、まっすぐ。いや大丈夫、ちょっと待って。まっすぐ行って。おお、まっすぐ。まっすぐって言ってるやん。右で行き過ぎ。まっすぐ、まっすぐ。さあ、危険だぞ、危険だぞ。左、左。危険だぞ。ハルゴン、左。どう、危ない。はい、そこ、左、左。はい、まっすぐ、まっすぐ、まっすぐ。ハルゴン、まっすぐ、まっすぐ、頑張れ。足踏ん張って。さあ、そっから乗って。はい、次。そっから乗るぞ。下りよ、下りよ。左、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 左。ということで、せーの。